名古屋市営地下鉄名古屋線名古屋港駅に来ています。名古屋港駅は名古屋線の終点、最南端の駅なんですね。名古屋ビルディングという高層ビルの建設状況を見に行きたいと思います。場所は矢印のこの辺りになります。地下鉄の2番出入り口から現地に向かいます。国道154号線が南北に走っています。まずはこの国道沿いに少しだけ南下します。前回の訪問が2021年の1月です。名古屋市の港区にとっては貴重な高層ビルの案件になります。そもそも港区は既存のビルも含めて高層ビル自体が珍しいですからね。青波線の野跡駅付近の高層マンションぐらいですかね。国道を少し南下してこちらの角を右に曲がれば建設中のビルが見えてきます。建設中の名古屋ビルディングが見えてきました。このチャンネルでは鉄道新線新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。外観はパッと見ほぼ完成って感じですね。さらに近くから見てみましょう。ちなみにほぼ同じ場所から今年1月の様子はこんな感じです。地上18階建てで高さは約80メートルになります。用途はオフィスで、南隣にある現在の名古屋ビルディングの建て替えとなります。内装は分かんないんですけども、外観は低層部以外はできているように見えますね。名古屋港駅周辺では最高層のビルになります。南隣にあるのが既存の名古屋ビルディングです。現在のビルから新しいビルに移転後、現在のビルは解体予定です。東側から見るとこんな感じです。低層部はまだまだこれからって感じですね。その隣にあるのが現在の名古屋ビルディングです。1970年築の9階建てです。同じく現在の名古屋ビルディングを南側から見るとこんな感じです。新しいビルは現在の倍以上の規模になるわけですね。こちらから比べても高さが全然違いますね。新しいビルを別角度からも見てみましょう。近くには名古屋港水族館があります。水族館としては沖縄美ら海水族館、海遊館に次ぐ日本第3位の年間入場者数です。この辺りは水族館は強いんですけども、他に集客の柱が欲しいところですよね。ビルとビルの隙間から名古屋ビルディングの西側を見ます。そして他にも遊園地のシートレインランドがあるんですね。シートレインランドの観覧車は森コロパーク大観覧車の88メートルには負けるんですが、愛知県第2位の高さです。ほぼ同じ高さの観覧車と名古屋ビルディングはこの距離で並ぶことになります。やっぱりどの角度から見ても低層部以外は完成に近いですよね。最近流行りの一面ガラス張りのオフィスビルではなくて、ちょっとクラシックな感じがしますね。ビルとしては名古屋港駅周辺エリアでは高さトップなんですけども、一番高い構造物としてはさっき見たシートレインランドの観覧車の85メートルです。で、3番目に高いのは名古屋港ポートビル63メートルと続いていきます。現場を北側から見るとこんな感じです。こちらの面は外壁のデザインが違いますね。少し離れて南東側から見ます。現在の名古屋ビルディングの跡地はどうなるのかも気になりますね。外壁を拡大するとこんな感じです。北側には第二名古屋ビルディングがあります。こちらも映るんでしょうかね。ちょっとわかんないですね。
建設地の東側には名古屋港湾合同庁舎があります。同じく港湾庁舎を南側から見るとこんな感じです。このエリアはこのような港湾関係の行政機関が並んでるんですよね。せっかくなので周辺も少しだけ散策してみましょう。国道154号線付近に戻ってきました。こちらはガーデンフト交差点です。こういう英語だけの交差点名はレアですよね。名古屋港ももう少し再開発が欲しいところですね。例えば横浜だとみなとみらいで多数の再開発をやってますからね。大阪は夢洲で万博や IR の再開発、福岡はウォーターフロントネクストというプロジェクトで再開発を進めています。名古屋も金城ふ頭でポートメッセの建て替えなどはやってるんですけど、もう少しスケールのある再開発が欲しいですね。オレンジ色の船が停泊しています。こちらは名古屋港ポートタワーです。商業施設のジェティと背後に建設中の名号ビルディングです。近年は多くの都市で臨海部に力を入れているので、ぜひ名古屋も力を入れてほしいですね。最後に歩道橋の上からも名古屋ビルディングを見てみましょう。この歩道橋は昭和58年3月竣工なので、少し古さがありますね。名古屋港駅、名古屋港湾会館、その南側の公園を結ぶ歩道橋です。歩道橋の上から名古屋ビルディング周辺を見るとこんな感じです。もう少し南側から見てみましょう。ちなみに反対側はこんな感じになっています。左側の名古屋港湾合同庁舎や駐車場、公園などがあります。ポートタワー、ポートハウスがあって、そして北側のビル群です。新しい名古屋ビルディングはダントツで高いので、存在感を発揮していますね。ちなみに同じ場所の2021年1月の様子はこんな感じです。名古屋港駅に戻ってきました。名古屋港駅周辺ももう少し賑わいが出てほしいですね。以上、名古屋港駅前の再開発でした。ご視聴ありがとうございました。